その日にいくら出ていっていくら入ってきて、で手元にはいくら分がどこに何が残ってるのかっていうのが、まあ、直視していればものすごい楽になるので、そうこれやっぱやったらわかるって感じですね。めちゃくちゃ溜まっちゃったな、これもうこうなるともうこれ整理したりするの大変なんですよね。で僕がまあ4年5年前ぐらい会社員をやっていた時っていうのはこういうレシートすらこう残すらしなかったですね。もうむしろあレシートいいですとか言ってやってたんですけど、そうやってるとこう毎日がどんぶり勘定になっていって、気づいたら月末あれ残ってないなとか、あんまり貯金できてないなだったり、あの旅行に行くために貯めていたお金があんまり貯まってないなとかですね、まあ、そういう状況になっていったんです。僕が起業してこうビジネス一つでやってた時っていうのはこういうどんぶり勘定ではあれをあれよと軍資金が減っていくっていう状況がやっぱ続いてました。なのでよしここで一回ちゃんと徹底的にお金を守っていこうということで、入ってくるお金じゃなくてちゃんと出ていくお金もしっかりとこう守っていこうっていうことでやってったんです。ポイントになってくるのはこう直視をするっていうことですよね。今現状をしっかり直視する、まあ、僕がこうちょいちょい、まあ、シェアをしてきたメンタルトレーニングとかメントレーではその自分を直視する、直視したものは変化するということで、まあ、自分を直視するっていうことをやってたわけなんですけども、お金もとにかくこう現状を直視する、今日いくら入ってきていくら出ていって、そして現在どこどこに資金がいくらあるのかっていうのを直視するっていうことが結構大事なんじゃないかなって、まあ、そこがポイントですね。まずはこうやってレシートを日ごとに分けていきます。まあ、今回は4月の3、15月の1、2、3、4、5、6っていう感じですね。本当はこう毎日レシートができたらそのまとめていきたいんですけど、今回はちょっとバタバタゴールデンウィーク中にしていたので、今回ちょっとまとめてゴールデンウィークの分を一気に生産というか管理をしていきたいと思います。次にですね、こういったノートにレシートたちを貼り付けていきます。1日1ページごとにレシートを貼り付けていきます。なんでこういうことしなきゃいけないんですかっていうと、僕の場合こう確定申告をするときにやっぱその証拠となる経費なら経費でこれを使いましたっていう証拠となる書類はやっぱ残しておく必要があるんです。一つの取引ごとにちゃんとこう明確にした方が税理士に突っ込まれたときにも、いやこれレシートを変わってみたときに、あこれは使用ですねとかっていうのが言えるので、徹底的にこう証拠を残していくためにも僕はこうやってノートに貼り付けているんです。このやり方って正直その使用のやつと経費のやつってこう一緒に混ざってるわけなので、まあ、税理士さんからしたら相当めんどくさい顔をされますよね。こういう証拠の残し方やめてみたいな。で確定申告の時はちゃんとこれらの中から使用の分と経費で使った分、経費で使った分はこれとこれこう分けてちゃんとこう証拠として残しているので、まあ、とりあえず今はこうやって1年分保管をしているっていう形です。はい、そんな感じでその1日1ページっていう風に決めて、その日に使ったレシートをこうベタベタと貼っていくっていうことをやりました。動画で撮影したカンボジアフェスなんかはもうレシートは一切出ないんです。でそうなった時にはそのノートにカンボジアフェスでいくら使いましたよっていうのをここに書いていくっていうことをやります。現金を使った分をこの Excel の表に持ってきます。で Excel の表でこうガチャガチャ計算して、残ったお金とこの今ある手元の現金ががっちり合っていたら OK です。ショッピンさん、キャッシュレスチャレンジとか言っときながら結局現金持ってるじゃないですかっていうような意見飛んでくると思うんですけども、さすがにこうフェスですとか外でのイベントごとっていうのは現金がまだまだ多いかなっていうふうに思ってます。
あとはこのクレジットで使った履歴っていうのも現金と一緒にこのクラウド会計ソフトに登録をして一括管理します。その日にいくら出ていっていくら入ってきてで手元にはいくら分がどこに何が残ってるのかっていうのが、まあ、直視していればものすごい楽になるので、そうこれやっぱやったら分かるって感じですね。もうめちゃくちゃ楽になるので、あの多い少ないに関わらずすごい気持ちが楽だと思いますん であとこれプラス将来的にいくらの支払いがいつまでに来るから、じゃあこの日までにお金用意しとこうみたいな感じで分かればまあなおいいかなって感じなんですけど、まあ、それかに僕もそこまで徹底できてるかって言われたらあんま自信がないので、そんな偉そうなことは言うつもりありません。で今回の動画で伝えたいことっていうのは、お金の流れだったり資産がこう直視できていればものすごい楽になるので、ぜひ皆さんもやってみてくださいっていう感じですね。まあここまでやる必要はないですけども、はい、ということで今回も一人でも多くの人の参考になったら嬉しく思います。ということで今回の動画をご覧いただきありがとうございました。で最近はどんどんキャッシュレスをしていこうっていうことで、僕もクレジットカード、プライベートの時もクレジットカード払いをしているわけなんですけども、そのやっぱ翌月末払いっていう風になるとちょっと心に余裕ができるんですよね。そうするとどうなるかっていうと、まあちょっと使っちゃえみたいな、多くてもいいから使っちゃえみたいな、そういう気持ちが大きくなっちゃうっていうのがあるんですよ。それに関しては僕はものすごい怖いなっていうふうに思いましたね。現金を使って今お金を失った感覚っていうのがやっぱそのお金をセーブする気持ちになるかなっていうふうに思うんで、まあクレジットは心が大きくなっちゃいますね。まあ気をつけていきたいなというふうに思います。